日本語コンテッペイ日本語コンテッペイ,ペイ子供と一緒に行ってます日本語コンテッペイの時間ですね皆さん元気ですかで今日はスティマ時間についてはいはいはいまたですねまたですねあの同じことを言ってますねはいもちろんもちろん大事なことは何度言ってもいいです日本語コンテッペイの時間ですね ううですかまあ日本語コンテッペももうたくさん続けてますよねたくさん続けてるんでまあ同じことを言うこともあるでしょうまあだけど大事なことですからね大事なことは何度言ってもいいですからあの聞いてくださいあの隙間時間ですよねまあそもそもこのポッドキャストは あの皆さんに自然な日本語をたくさん聞いてほしいそして、まあ、勉強方法ですよね勉強方法について話すポッドキャストでしょたまに忘れてますけどね、はい、たまに忘れてあのいろいろなこと言ってますが、まあ、たまにはね原点に戻らなければいけない原点というのは、まあ、ある意味ルーツみたいなことですねオリジナルのコンセプト、ね、テーマトピック ということで勉強方法ですよね。まあ皆さんあの仕事したり勉強し他の勉強をしたりね大学とかあの他の勉強をしてたりまあ、コンピューターとかねいろいろなあの他のことですよ他のことに忙しいでしょ勉強や仕事を家族の家庭のこと忙しいですよね忙しいけどまあ、勉強日本語の勉強をまあ、続けてるんですよね。 まあそんな皆さんであればもうご存知のことだと思うんですけどもうすでに知っていることだと思うんですけどまあ時間の使い方ですよね時間の使い方が大事ですで全ての人に24時間一日は24時間しかないはずですよねだけどある人たちはその時間の中でたくさんのことをしているような感じがする、ね、しているように見える ただ多くの人たちにとっては何なんかうまく使えてない時間を使えてないなんか他の人たちはある人たちはたくさん時間があって、えー、他の人たちは時間がないなんかなんか不平等だ、ね、そういうふうに感じることがあると思います、ね、皆さんがそのどっちかは分かりません、えー、僕はですね時間がないとは思わないですよね 正直言うと。はいはい。まあ時間がない、時間がない、忙しいとか言ってるけど、まあそれは半分本と半分冗談で。実はね、僕結構時間ありますよ。時間あると思う。十分時間がある。もっともっとたくさんのことができると思う。まああえてしないですよね。たくさんのこと詰め込みすぎると、なんていうの疲れちゃうでしょ。僕にとっては、あの、時間の問題はあんまりないです。どちらかといえば体力の問題で。 体力がねもうあのもうもうもうこれ以上無理ねそんな感じあの例えば時間があればあの5時間とか6時間とかあのスポーツができる人がいるでしょ僕は全然時間があったとしても20分ぐらいで疲れちゃいますからね同じようにあの限界があるんですよ体力の限界ね時間がないからポッドキャストをもっともっと 取れなないわけじゃなくてあの喉痛くなりますからね喉の問題ですから時間の問題じゃないんですね。僕はあの人間の人間としての僕ね人間としての鉄平が体がありますからこの体がもうあの、まあ、無理が効かないわけですよね。喉が痛くなったりあのまあ基本的には喉だけかなあの話すことはやっぱり喉を使いますからね。 喉には限界があって1時間以上とかポッドキャストを毎日毎日撮り続けることはできないですね。まあ1時間レッスンをすることは全然問題じゃないけどその時一人で話し続けてるわけじゃないですからね。のりこさんと二人で話してる時もまあ一人の時とはちょっと違いますよね。40分間 僕だけで話してるわけじゃないから全然それは問題じゃないんですけど一人で40分間話し続けるポッドキャストっていうのは結構毎日やるにはちょっと大変ですよね。まあ一人で続けるんだったら20分が限度ですね。うん、まあとにかくとにかくですよ、えー、時,間時間ね時間。あのー、多くの人にとっては時間が問題。 体力じゃなくて時間が問題。皆さんは多分僕より体力はあるんですよね。体力はあるけど時間がない。ね、そう言ってる人たち、えー。そう言ってる人たちはやっぱり隙間時間をうまく使うべきだと思います。隙間時間。隙間時間というのは何でしょうかまあ初めて聞いた人のために説明しますと。隙間時間というのは何かと何かをしている時のなんかその隙間間にある。 えー、ちょっとした、えー、時間のことです、ね、多くの時間はない、ね、だけど小さい時間はあるでそういう時がよくありますよねまあ例えばまあ例えば昼ご飯の時昼ご飯の時間っていうのはほとんどの会社では、まあ、1時間昼ご飯の時間をもらうと思うんですけどまあ実際1時間ずっと食べてるわけじゃないでしょ。 えー、まあ例えば昼の12時から、えー、午後1時までが昼ご飯だとしたらまあ多分12時に仕事が終わってよしじゃあ食べようかなと思って食べるのは比較的早い時間に食べるでしょ多分、えー、12時5分ぐらいからもう食べ始めて、えー、多分10分ぐらいで食べ終わるでしょえー、ともしくは20分ぐらい、まあ、ゆっくり食べ,食べても20分ぐらいで食べ終わりますよね でその後の時間ですね。その後まあ、まあトイレ行ったり、歯磨きしたり、まあ何してもいいけど、少なくとも、まあ数十分、まあ10分とか20分ぐらいは時間があると思います。じゃあそこで、えー、何をしますかね、そこで、いつものようにインターネットでなんか、なんとなく、あのー、 なんかインスタグラムとかあのなんとなくフェイスブックとかそういうのに時間を使うのかそれともまあちょっと勉強するかその違いですよね。まあ昼,昼の時間に20分じゃあ勉強した同じように朝20分勉強したで同じように夜20分勉強したもうこれだけで1時間ですよね。はい、1時間まとめてまとまった時間1時間集中して勉強する。 ことは難しいかもしれないけど20分20分20分この隙間時間を使って、えー、合計ででで1時間にすするることはできるんですね、えー、同じようにそういう小さい時間ね10分とか20分とかの時間を1日の中にいくつもとってその全ての合計で毎日2時間勉強したりすることはできるんですよ。2 2時時間間勉強する2時間まとめて ね、2時間連続で勉強するのはちょっと難しいかもしれないだけど20分とか10分とかの時間を少しずつ集めてその合計で2時間勉強することは多分できるんですよね。それがある人たちはあのー、たくさんのことをしているような気がする。である人たちは あの同じ24時間の中でも少しのことしかできないでその違いはやっぱりス間マ時間の使い方ですよねあとは集中力やっぱり集中力は大事ですス間マ時間は短いですね10分とか20分しかないだから逆にですねその短い時間だから集中できると思うんでグッと集中して何かをする実はなんか2時間まとめまとまった時間があったとしても集中力は2時間も続きません だから逆にですねその短い隙間時間というのは集中力のためにはアドバンテージがある、ね、短い時間だからこそ集中できるまあそういういいこともありますからね。利点もあるからあのー、おすすめですねまあ皆さん分かってると思うけどねもしあのああ僕は忙しいから何もできないとか私は忙しい家族もいるしなんかできないと思っている人がいたらまずはですね 小さい隙間時間の使い方から見直してみてください。毎日の少しの隙間時間が人生を変えることもあるかもしれません。というわけで、そろそろ時間ですね。隙間の10分が終わります。チャオチャオ、アスタレ語、またね、またね、またね。